はい、皆さんこんにちは。今回はですね、本の紹介をさせていただきたいと思います。今回ご紹介するのはですね、綾辻ゆきと著のですね、アナザー2001という本なんですけれども、角川から、新刊になっていますということで、まあ、この本なんですけれども、かなり分厚いんですよね。どのぐらいあるかというと、ご覧になりますかね、もう辞典みたいな感じなんですけどね、1200枚ということで、原稿用紙ですね。1200枚というと、なんかイメージがね、分かる方と分かんない方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、400字詰めの原稿用紙1200枚ということで、本にするとですね、800ページ超ということ、800ページとちょっととありますのでね、かなり分厚い本なんですけれども、私もこれ読ませていただいてですね、あっという間に読み終わりました。本当にね、スラスラという感じでですね、引き込まれると言いますかね、まあ、非常にですね、大著なんですけれども、すごくですね、集中して読むことができますので、ぜひお勧めしたいということでですね、今回ご紹介させていただきたいと思います。ということでですね、2001というふうに名前がついてますけれども、これはご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、アナザーという、まあ、小説がですね、2009年に出たんですよね。そして映画化もされましたしですね、コミック化もされているということで、かなりですね、多メディア展開があって、その後アナザーエピソード S という形でですね、まあ、どちらかというとスピンオフ的なものですかね、そんな形で2作出ていて、今回ですね、新作ということでですね、アナザー2001という本が、まあ、出されたということになりますけれども、ちょうどですね、綾辻さんと実はですね、最初にお会いしたのが、そうなんですね、元を正せばですね、私が書いたダリオ・アルジェント恐怖の機械学というダリオ・アルジェントの研究書なんですけれども、あれをですね、いち早くネット経由でですね、ご購入いただきましてですね、その後ですね、メール等でですね、お付き合いといいますかね、いろいろと意見交換とかさせていただいてですね、あの時はあれでしたね、サスペリア・テルザという映画が渋谷でですね、公開されたことがあったんですけど、そこでですね、サスペリア・テルザの上映前のですね、あの時は対談ですね、対談という形でちょっと短い時間だったんですけれどもね、対談をさせていただいてですね、まあ、そこからですね、いろいろとお話といいますかね、いろいろさせていただく機会がありましてですね、この前ですかね、ダリオ・アルジェントのですね、アルジェント研究会のですね、15周年の記念大会の時にはですね、お越しいただいた方には分かるかと思いますけれども、綾辻さんのですね、単独インタビューというかですね、そんな形でダリオ・アルジェントについてお話しいただいた映像をですね、流させていただいたんですけども、まあ、そんな形でですね、いろいろとですね、お話をね、いただいて、まあ、今回もですね、この本ご検討いただいたんですけれども、まあ、ちょっと内容についてはですね、やはりこれミステリーといいますかね、小説ですのでね、一切私の方ではお話ししませんけれども、まあ、ちょっと何ですかね、読みどころというところだけで、ね、ご紹介させていただきますと、それもですね、ちょっと自分流ということで、まあ、ちょっとアルジェントにかこつけてですね、ちょっとその何ですかね、どちらかというとこじつけてですけどもね、アルジェントと何ですかね、この作品の親和性みたいなところをですね、お話しさせていただきたいと思います。ということでですね、まあ、これはもう中身も全然お話わざとしないようにしますけれども、ある学校がまあ舞台ということで、まあ、どちらかというとこう何ですかね、イメージとするとサスペリアといいますかね、そういうサスペリアとはだいぶ違うんですけどね、そこである現象が起きるということなんですね。で、現象というとですね、まあ、ダリオ・アルジェントのファンでは分かるかと思いますけど、フェノミナですよね。フェノミナというのが、英語でですね、フェノミナって現象という意味ですけれどもね、まあ、ちょっとそんなようなイメージが、まあ、あるんですけれども、まあ、実際ですね、本をお読みいただければと思うんですけども、これがですね、まあ、全体的な構造なんですけれども、ホラーなんですよね。小説的にはホラーなんですけれども、やはりですね、本格ミステリーという要素がありますのでね、そこでまあミステリーが重なってるということでですね、ホラープラスミステリーの融合というところがですね、この本のですね、一つすごく読みどころではないかと思います。ということで、まあ、ちょっとアルジェントにかこつけるとですね、ダリオ・アルジェントの映画ってこうホラーなのかジャーロと言いますかね、ミステリースリラーなのかというところでいろいろあってですね、やっぱりダリオ・アルジェントのなんすかね、特徴というのは、怖いところとか残酷描写とかも当然あるわけですけれども、大体全て の映画がこれ推理ですよね。犯人は誰かというところに当てられてますよね。例えばサスペリア2だとかもそうですしね、犯人は誰かということでハラハラドキドキしますね。まあ、ホラーというふうに 見ることもできますしですね、その中でですね、中心を貫くのがミステリーだということですよね。それを言うとですね、基本的にミステリーの作家、ダリオ・アルジェントミステリーの作家ではないかというふうに思われるかもしれませんけど、サスペリアってホラーですよね。
ホラーなんですけども、あれ学園ホラーなんですけれども、やはりですね、あのスージーが、犯人は誰かということで謎を探っていきますよね、というところでもうミステリーといいますか謎解きの要素が入ってるんですよね、あのダリオ・アルジェントの映画っていうのはね。あのインフェルノもそうですね、インフェルノもあの基本的にはホラーというふうに言われてますしけれども、まあ、その中でもあの、まあ、主人公のですね、あのマークが謎を解いていくという、まあ、くだりがありますよね。ということで、あのホラーとミステリーって、まあ、ホラーを強調すると要するにこう荒唐無稽といいますかね、ホラーというのはこう超常現象を扱う世界が多くてですね、そこでミステリーっていうのはこうどうしても要するにですね、あの人が人を殺すということであればですねミステリーになるんですけども、超常現象で人が死ぬっていうことになるとこう謎解きというのがこう破綻しますよね。基本的にはね、あの誰がやったんですか、魔女ですか、魔女が殺したんだってことになればですね、あまりこの辺がミステリー聞いてこないはずなんですけども、そこをですねやはりアルジェントというのはあの見事なですねブレンドで、サスペリアだとかインフェルノというホラーにもですねミステリーの要素をこう導入しているということがあるんですけど、まさにですねこのアナザーのシリーズもみんなそんな形といいますかね、あのミステリーの要素というのはまあ、あの程よくですねブレンドされているというところがですね、すごくこうあのホラーファンにもあの面白いですしですね、ミステリー本格ミステリーのファンにとってもですねやはり、まあ、新しいですねあのホラー的な要素をこう味わっていただくというかですね、そんなところがあるかなと思いますということですね。あとはちょっとまあ中身に触れるとちょっといけませんのでね、あの、まあ、簡単にしておきますけれども、例えばですねあのアルジェントにこじつけると記憶なんですよね。記憶というのもこの、あの小説もですね、まあ、記憶というものが非常に重要に扱われていますけれども、例えばですねあの記憶というのがアルジェントの映画には多いという、あえてちょっとアルジェントの話ばっかりしますけれどもね、あの小説の中身に触れないようにするためですね、例えばサスペリア2の記憶ってありますよね。あの重要なところが最後に思い出しますよね。実はそうだったんだってありますよね。ちょっと最初に考えていたものと後の記憶って違いますよね。でもっと前を言えばですね、喜びの牙ですよね。喜びの牙も最初に見ていた記憶とですね最後に思い出す記憶ってちょっと違ってますよね、ということになりますよね。あとまあそういったことでもろもろですね、あとサスペリアもそうですよね。最初にこう学校に入っていくときに聞いた言葉とですね最後になって思い出す言葉っていうのが、まあ最後になってあるキーワードを思い出すわけですけども、ああそうだったんだということで秘密を解き始めるということになりますよね。まあそんなところでですね、ダリオ・アルジェントの、まあ、特に初期の作品というのはですね記憶というものが非常にこう特に記憶のすり替えといいますかね、そんなところが巧みにあの映画の中に反映されているということでですね、まあ、そんなところもですね着目していただいてですね、こちらの本あのお読みいただくと、なかなかあのアルジェントファンにとってもですね、あなんかこじつけないような感じはしますけれどもですね、あのすごくですね楽しめるんではないかと思います。あとですねちょっと最後、今日は あんまりこう語らないようにしたいと思いますけれども、アルジェントファンにしかわからないある記述というのがあります。この本あのアナザー2001ですね。これはあの私も最後まで読んでですねあっと思ったんですけどね、あのこれはちょっと言えあの絶対お読みになった方でですねアルジェントファンの方はあのすごく喜ぶと思います。ただですねアルジェントファンでないとその辺がわからないというね、非常にこうですからこのアナザー2001の場合はですねアルジェントファンに対するまあご褒美といいますかね、そんなようなのもありますんでね、ちょっと下がっていただければと思います。まあ後でねこれはあの全て読み終わった後にそこはどこかというのは分かるかなと思うんですけれどもね、あのすごくねにっこりさせられるというか、私もちょっとねああということでにっこりするというかね、あの最後にこう心が救われたというかね、そんな感じでしたのでね、ぜひですねお読みいただければと思います。という形でですね、まあ、こんな形で、まあ、今日はね終わらせていただきたいと思いますけれども、もう一回繰り返しますけども、こう分厚いですよね。分厚いんですけれども、こう本当にね一回読み始めるとですね止まらなくなると言いますかね、本当にこう短時間でこう私も読み切ってしまいましたけれども、そんな形でですねぜひですねご興味があればですねお読みいただければと思います。はい、ということで今回は、これで終わりにしたいと思います。